竹。竹は、大日本帝国海軍の駆逐艦。一等駆逐艦竹は、日本海軍が、太平洋戦争中に、横須賀海軍交渉で建造した駆逐艦。戦時量産型駆逐艦である、松型駆逐艦、帝型駆逐艦の二番艦であり、日本海軍の艦名としては、もみ型駆逐艦の竹に続いて二代目である。戦時量産型のため、 雑木林とあだなされ、速力や火力などの諸性能は限定されていたが、生存性、被害極限性は従来の日本海軍駆逐艦に比べて格段に向上していた。1944年昭和19年6月16日に春工後、竹は訓練部隊の第11水雷戦隊に所属して、訓練や輸送任務に従事。 7月15日、新編された第43駆逐隊に所属。8月からは、台湾、マニラ・パラオ諸島方面での輸送や、戦乱護衛任務に従事した。10月下旬により、冷手島輸送作戦、多合作戦に従事し、幾度か損傷しながら生還。特に12月3日のオルモック湾における野戦では、姉妹館、層と共に、米軍大型駆逐艦3隻と交戦、竹は、 魚雷攻撃で駆逐艦、クーパーを撃沈した第七次大号作戦。内地帰島後の竹は瀬戸内海にあって終戦まで生き残る。戦後は福音輸送艦としての任務に当たった。横須賀海軍交渉で建造。1943年昭和18年10月15日、帰港。1944年昭和19年1月25日。 竹と命名される。同日府で、駆逐艦一等松型に類別。3月28日、浸水。本席を横須賀陳府に定められる。4月15日、日本海軍は、従順洋艦木の笠水雷町、昭和17年4月沈没時、駆逐艦呉竹艦長等を歴任した田中広志国少佐を竹木総委員長に任命する。4月20日、 横須賀海軍交渉に竹木総員事務所を設置し、事務を開始。5月6日、蟹幸男隊員、当時、戦艦山城分隊長が竹木総員として着任。駆逐艦天斬沈没、4月23日後、5月16日府で、横須賃寺夫婦となった天斬水雷町、滋賀広史隊員、旧姓、保坂も、5月20日府で、竹木総員に捕食。 当時の松形二隻、松、竹は、横須賀海軍工廠のポンツーンで、偽装工事中であり、元天霧艦長の吉永減少佐は、松に、元天霧水雷町の滋賀は、隣の竹に着任した等。松が出撃した後は、松形三番艦、霧が係留されることになった。6月16日、竹は竣工。同日府で偽装員事務所を撤去。 田中少佐は正式に竹口区艦長となる。主要初代幹部は、公海長、高井義介中尉、法術長、蟹幸男大尉、水来長、志賀広史大尉、千人将校、機関長、桜井達也中尉、主計長、小林義春主権将尉、軍医長、湯川正春軍医将尉。春工後の竹は、訓練部隊の第11水来戦隊。 司令官、高間艦少将、海軍兵学校41機に編入。瀬戸内海で訓練の後、7月12日に文字で物資を搭載、南大東島への輸送作戦に参加する。7月15日府で、秋月が宅地区間2隻、下月、冬月により、第41区地区隊が、松が宅地区間4隻、梅、竹、松、桃により、 第43駆逐隊、駆逐隊司令、菅間良吉中佐が、それぞれ編成される。翌7月16日、軽巡洋艦、ながら、第11水雷戦隊機関、従順洋艦、マヤ第4戦隊、練習巡洋艦、鹿島、駆逐艦複数隻、満潮型、朝雲、白の日型、裏風、秋月型、冬月、冬月夕雲型、新相、 松形、竹は、沖縄方面への輸送作戦、路合作戦に従事することになり、中津沖を出撃。7月17日に、中城湾に到着。宮古島に向かった第二輸送隊、マヤ、朝雲、浦風は、内地に帰投せず、そのまま、林間白地へ向かった。駆逐艦3隻、冬月、深層、竹は、南大東島への緊急輸送任務を行う。 その後、第2輸送隊を除く各艦は予定の輸送任務を終えて19日に中条湾を出港し、20日から21日にクレ駅等。ロゴ作戦輸送部隊は解散した。同任務終了後の8月4日、洋島方面輸送作戦中の姉妹艦、松、第2護衛船団司令官、高橋一松少将機関、松口区艦長吉永元少佐。 天切沈没時間長は、米海軍水上艦艇と交戦、沈没したスカベンジャー作戦。8月10日、駆逐艦2隻、震送、竹は柱島白地を出港し、マコウ市を経由して、フィリピンに進出。8月16日に、マニラに到着。8月17日からの本艦は、震送の指揮を受けて、パラオ方面への輸送作戦と部への引き上げ車。 輸送任務に就く。ちょうど、米潜水艦の雷撃により沈没した、軽巡洋艦、ナトリの救援を命じられ2日間捜索するも、発見できず、真相は、パラオへ、竹は、燃料補給のためセブ島に移動した。この後、南西方面艦隊の指揮下で、戦団護衛任務に従事。8月26日夜には、ガルワングル干渉、パラオ諸島北部で座礁中に、 アメリカ潜水艦、バットフィッシュの来撃を受けて船体が切断、座礁した、駆逐艦、サミダレ、第27駆逐の救援に向かい、サミダレ生存者を収容した。サミダレ駆逐艦長、大熊安之助少佐の前職は松形5番艦、総儀葬委員長であり、サミダレ艦長の後は初春型駆逐艦1番艦、初春艦長、同艦沈没後は松形14番艦、 柳義偽装委員長及び艦長を務めた。輸送作戦中の8月20日、第43駆逐隊は、新編された第31戦隊、司令官、江戸平太郎少将、海兵40機に編入される。竹は燃料補給と、サミダレ乗組員を下ろすためセブ島に立ち寄り、その後パラオに向かった。8月30日からは、南西方面艦隊。 司令長官三河軍一中将、海兵三十八機の指揮下に入り、マニラと各地との間で、船団護衛に従事した。10月4日、竹は、ミリ行きのマミ11船団を護衛して、マニラを出港したが、翌5日に、ミンドロ海峡で、アメリカ潜水艦コットの来撃により、新城丸、竜巻船、6886トンを失った。10月14日にミリに到着して、 マニラに帰島後、10月20日深夜23時40分には、高尾行きのまた30船団の護衛で、マニラを出港した。この船団は、指揮官である、駆逐艦、春風の名前を取って、別名、春風船団と呼称されていた。10月23日夕方、また30船団は、ルソン島、ボヘアドール岬北西沖で、元特設水上機母艦君川丸、川崎機。 6863トンがアメリカ潜水艦、ソーフィッシュの来撃で沈没したのを手始めに、戦団加入船12隻のうち9隻が潜水艦の波状攻撃により沈没する惨敗を喫した。このうち、アリ、ヤママルには捕虜船5 0 0名が乗船していたが、米潜水艦に撃沈されてしまった。竹は残存船舶を誘導して損害を食い止め、 また、遭難者の救助に従事した。春風は、アメリカ潜水艦シャークを撃沈して一しむくいた。竹水雷科の諸、水兵長によれば、春風より、輸送船栄光の命令があり、救助活動を打ち切って捜索したものの輸送船を、発見できず、単艦で、高尾へ向かったとしている。竹が作戦に従事していた9月30日と10月10日、第43駆逐隊に、 松形二席、薪、霧が編入される。最前線にいた竹は10月20日から始まった、霊手島の戦いに関わることとなり、3度にわたって、霊手島、オルモック湾への輸送作戦、多号作戦に参加することとなった。作戦直前、田中広四国少佐、竹口区間長が病気、肺結核、六膜炎とも、出体感、マニラ海軍病院へ入院。 11月3日に、飯村忠彦少佐、海兵65機が、竹林寺艦長に任命される。飯村少佐は、冷手島輸送作戦で沈没した、軽巡洋艦絹の航海長である。一方、田中少佐、竹口区艦,艦長は、クレ呉鎮女夫婦となる。日本海軍は、駆逐艦旗風航海長、吹雪型駆逐艦2隻、磯波、浦波の水雷長等を歴任した。 宇な木つよ少佐、当時、松形駆逐艦椿偽装委員長を竹駆逐艦長に任命。宇な木は、京準、伊鈴や松形三番艦、梅を乗り継いで内地からマニラへ移動しており、実際の着任は遅れた。このため、竹は、飯村駆逐艦長の指揮下で多合作戦に従事する。飯村新艦長を迎えた翌日以降、米軍機動部隊艦載機のマニラ湾空襲により、 従順、那智が、沈没、駆逐艦、明けぼの、第七駆逐隊が大破した。駆逐艦、沖波も損傷して、作戦から外された。11月9日、未明三時、だけは、第三次多豪作戦に加わり、駆逐艦四隻、島風、第二水雷戦隊機関。司令官、早川右尾少将、海兵四十四機、初春、駆逐艦長、大熊安之介少佐。 浜葉、竹、第46号区選艇及び、第30号総海艇と共に5隻の船団を護衛して、マニラを出港した。翌10日、午後、帰島中の、第4次多号作戦部隊、第1水雷戦隊司令官、木村正富少将。駆逐艦、霞、周装潮、浅島、長波、若月等の戦力から、駆逐艦3隻、遊雲型2隻、長波、 朝日も、秋月型、若月を、分離、第三次多合作戦部隊の駆逐艦2隻、竹、初春と入れ替えることになった。11日5時頃に第四次多合作戦部隊と合同して、18時30分に、マニラに帰島した。なお、竹と初春が、当初参加していた第三次輸送船団は、この日の空襲によって、駆逐艦、朝日もを残して全滅。 島風沈没時に、早川三清第に水雷戦隊司令官戦士。乗組員の間では、竹は、強運の艦としての噂が広まった。11月12日、マニラに到着していた、巡洋輸送隊、空母、巡洋、従順、ト根、第30駆逐隊、宇月、き、月は同行していた、軽巡洋艦、飛礎、分離、大艦として、駆逐艦、しぐれを編入し、 内地へ帰還する。二隻、軽巡、基礎、秋月型、下月は、多合作戦部隊が一警戒部隊に編入された。11月13日、マニラ湾は再び空襲を受ける。水雷船隊だけでも五隻、基礎、明け沖波、周騒、初春は沈没もしくは、大破着底状態となる。本艦は郊外に退避しており、損害はなかった。 第五艦隊司令長官、島清秀司令長官は、残存艦艇の退避を南西方面艦隊、司令長官を川内殿七中将に進言。同日深夜、残存艦艇、霞、初島、朝島、牛尾、左源一軸運転、竹は、第五艦隊司令部を便乗させ、マニラを脱出した。竹は、マニラからブルネイに移動する、第一水雷戦隊、司令官、 木村正富少将、海兵四十一期と共に、南佐諸島長島に向かい、長島で南方に進出途上の、第四航空戦隊、司令官、松田千秋少将、戦艦伊勢、日向などと会合、飯村駆逐艦長が退艦し、うなき少佐は臨場中の戦艦、日向から、竹に、異常、新任駆逐艦長となる。 本艦は、アメリカ潜水艦兵区の来撃で損傷した第31戦隊機関の軽巡、椅子図と、途中ですれ違いつつ、マニラに引き返した、11月15日、マニラ入港。11月24日、竹は、第1輸送戦隊、司令官、蘇士明少将、海兵44機の指揮下に入り、第5次多号作戦、第2手弾として、第6号輸送艦。 第9号輸送艦及び第10号輸送艦と共にマニラを出撃した。翌11月25日、米機動部隊が接近中との情報でマリンドケ、島北西部のバラナ艦湾に被迫したが、間もなく空襲を受けて、第6号輸送艦と第10号輸送艦が沈没。第9号輸送艦も損傷。航海長袴田徳大戦士、法律長負傷。 二役装置故障。竹模資金弾と、機銃装車で損傷し、戦死者15名、負傷者60名余りを出したほか、ジャイロコンパスが吹き飛ばされて、使用不能となった。霊手島、オルモック湾への突入を命じられ、千人将校、志賀は、任務遂行を進言。高井義介公会長は、包囲自身を駆使して、オルモック湾に買う覚悟があると具心した。機関長は、 燃料流出を懸念したが、命令なら、突入すると審言。法術庁は、反対した。しかし、第九号輸送艦、艦長、赤木武氏予備詳細より、法術庁を占し、公会長不詳、大発動艇卸ろし用ワイヤ切断との報告を受け、命令違反を承知で再強否して、マニラに引き返すこととした。生存者を救助しつつ、11月26日に、 マニラに帰党。うなき艦長は、南西方面艦隊司令部、参謀長、有馬薫少将、仙人参謀を、高間正義大佐に出頭して、詫びを入れた。竹は、昼夜健康で、応急修理を行って、次期作戦に備えたが、ジャイロコンパスは復旧されずじまいだった。第九号輸送艦では、沈没した、駆逐艦沖並の航会長だった。 佐々木幸康隊より新行会上映、作戦準備を整えた。11月30日、本艦は、第7次多合作戦において、松形駆逐艦5番艦、そう、駆逐艦長、山下正とも中佐、海兵五53機の指揮下に入り、駆逐艦2隻、区は、竹、第9号輸送艦、第140号輸送艦、第159号輸送艦という戦力で、 マニラを出撃した。竹には、方面軍作戦参謀を、田中孝介少佐他数名の陸軍将校が、上官していたという。航行中、酸素魚雷点検中及び訓練中の事故により、魚雷一本を誤って投棄竹の残魚雷は三本となった。この頃になると、アメリカ軍は妨害のために、レーテから魚雷停隊を、 はるばるオルモック方面に派遣するようになっており、11月28日夜半のオルモック襲撃に成功するなど戦果を挙げていた。第7艦隊司令官トーマス C ケイド中将は、続いてオルモック方面に駆逐艦と総海艇を派遣することとし、これも過去2度の作戦で潜水艦と小型貨物船を破壊する戦果を挙げていた。そして3度目の作戦として、そして クーパーが、オルモック湾に差し向けられることとなったのである。アレン・エム・サムナー、モール及び、クーパーの、第1 2地区軍、ジョンシーザーアーム大佐は18時30分に、レーテ湾を出撃し、オルモック湾に急行した。出撃して間もなく、セブから飛来してきた戦闘804飛行隊の、月光や、第141航空隊の随分、水上爆撃機に付きまとわれ、 爆撃と機銃装者によりモールは2名の戦死者と22名の負傷者を出した。また、アレン・エム・サムナー及びモールの戦隊にも若干の損傷が生じた。12月2日夜、戦団はオルモック湾に到着して揚陸を開始。大発が輸送艦と陸上を往復して物資を揚陸させている頃、竹には、 第三次多合作戦で沈没した、島風の上広市艦長、海兵51機や、貴重城村嵐隊員、第二水雷戦隊の松原あたきサブロー船人参謀、海兵52機などが収容されていた。その後、竹は南西方向の、僧は南方の紹介を開始した。僧が担当していた南方の会場では、第1 2地区軍がオルモック湾に入りつつあり、 ザーム大佐は日本側の来撃を警戒して、艦を横に広がらせた横陣の体系で湾内に入っていった。オルモク湾に入った第120区軍は1万1000メートル、先の目標を狙い、まずクーパーが砲撃を開始した。この時までに、そうも第120区軍を発見し、発行信号で敵艦発見を竹に知らせた。そ側は敵戦力を 軽巡洋艦三隻と判断、照射砲撃と魚雷戦を開始した。最初の光線はおよそ9分で決着がつき、駆逐艦手砲弾多数を被弾した、総は沈没した。第120駆逐軍は次の目標を、竹と定め、モール、アレン・エム・サムナー、クーパーの順番で砲撃を開始した。竹は12.7センチメートル広角砲、25ミリメートル、奇重、酸素魚雷で、 敵巡洋艦駆逐艦の5人に反撃を行った。オルモック湾内を24ノットで航行しながらの起動するため、座礁を懸念しながらの戦闘であった。最初の雷撃耐性は宇奈木艦長が砲撃による。先行で目がくらみ。また、電気機器の故障により発射の機会を逃した。2度目の機会を得て魚雷2本を発射。4番。電艦は？ 軌道弁の故障で発射できなかった。竹の水雷町、滋賀広志大員、海兵六十八機が双眼鏡で第百二十駆逐軍を観測していたが、やがて四海内の左端にいた駆逐艦が大きな火柱を吹き上げるのを目撃した。魚雷はクーパーの右辺に命中し、船体を V 字に折られたクーパーは一分以内に沈没した。この後、竹は、 修理が終わった4番連艦から魚雷1本を単独発射したが、こちらは命中しなかった。一方、モールは竹の全部機械室に命中弾を与えた負傷者1名。不発だったが浸水のため右舷一軸運転となり、竹は最大で3円に30度も傾いた。しかし、竹もモールに広角砲弾を複数発命中させた。クーパーゴーチンを 潜水艦からの来撃と錯覚していた、米駆逐艦2隻、モール、サムナーは、戦場から飛退。これ以上の戦闘は行われなかった。やがて第9号輸送艦から、揚陸艦量の報告を受け、艦に使用する、真水の在庫が底を突きこうとしていた、竹は30度傾いた状態のまま、第9号輸送艦から、真水の供給を受けた。同時に二水船三宝が、 第9号輸送艦に異常した。夜明けまで残2時間となった時、第140号輸送艦及び第159号輸送艦からも揚陸艦量の報告を受けた竹は、第140号輸送艦及び第159号輸送艦を先発させる。うなき艦長は、オルモックの陸上部隊に、層の生存者救助を要請した。12月3日3時に、 第9号輸送艦を引いて、オルモックアを出発。その生存者救助は、竹が、中破して、片源高校の上、サーチライトを使わずに作業することの難しさや、火が昇ってからの空襲を避けることを考慮して、断念された。海面のクワ生存者は通り過ぎる、竹に救助を要請したが、竹側は、大発動艇が来るから頑張れと返答を。すると、 第159号輸送艦、もしくは第1 4 5号輸送艦が反転し、クワ生存者8名を収容した。また生存者の一部は、カッターボートで上陸、現地の海軍陸戦隊に合流した。途中で傾斜を回復させた、竹は、12月4日午後に、マニラに帰島した。マニラ港では、ソニ少将、輸送戦隊司令官が、桟橋まで出迎え、 うなき艦長と握手を交わした。続いて、うなき艦長は、南西方面艦隊司令長官大川内殿七、中将海兵三十七機から奨子を受け、さらに差し向かいで夕食落ちそうになった。うなき艦長は後に、クーパー撃沈の戦いを、オルモック野戦と呼ぶことを提唱した。また、うなき艦長が、収容した便乗車の中に、島風や、 第二水雷戦隊の関係者の名前があることを知ったのは1968年昭和43年のことだった。なお、クーパーゲーキチンは日本駆逐艦が雷撃によって敵艦を撃沈した最後となった。12月5日から14日まで応急修理を行ったが、機関が修復できなかったために戦速が上がらず、このことから作戦への再投入を免れて、 サセボでの開港修理が命ぜられた。竹は本格的な修理を受けるため、12月15日にマニラを出港。この時猛烈な台風、コブラ台風に遭遇。付近では、ウィリアム・ハルゼー提督率いる第三艦隊が嵐に翻弄され、駆逐艦三隻が転覆するなど大損害を受けている。12月18日に高尾に寄港し、 ついで12月21日に、キールンに寄港。同日夜、竹は、同地からの、タ春ハル巻船、6344トンか2隻の輸送船団、タモ船団を護衛して、キールンを出港。中国大陸沿岸部や朝鮮半島南岸部の島々の間を縫って北上し、1945年、昭和20年1月1日に、文字郊外に到着した。 1> 翌1月2日、竹は、呉海軍交渉に開港。当初の予定では1月末から2月初頭、ついで2月16日に修理完了となって10日程度で、出撃準備が整うことになっていたが、予定は延びて3月15日まで修理を行った。4月16日から26日にかけての工事では、三式単身儀などが装備された。 その間、2月28日から3月18日まで、臨時に、第31戦隊の機関を務めた。3月19日のクレーン軍港空襲では10名、あまりの負傷者を出した。1944年、昭和19年末より第43駆逐隊は、所属艦2隻、桃、梅を、創出、松型11番艦、カヤを編入。 また、駆逐隊司令も、菅間大佐から吉田正義大佐、続いて、吉田から佐久間栄治大佐に交代していた。4月25日、第43駆逐隊に駆逐艦、スタを編入4月29日から、風と共に開店との訓練に参加した後、竹は、5艦班に、回転の発射台を設置する工事を行った。5月20日、第43駆逐隊に、松型地を編入。 しかし、戦況悪化によって、温存策が取られることとなり、竹は、第43駆逐大学艦茅や、牧等とと共に、八代島とうひみに偽装経流し、最後の出撃の時まで待機することとなった。八代島とや内側川には、両艦、花月、霧、きり、つも、偽装経流されていた。樹木と網で偽装した三隻、竹、牧、茅かは、ついに攻撃されることなく、 8月15日の終戦時には航行可能な状態で残存した。竹は、両艦と共に、呉に開港されて、アメリカ海軍に接収された後、10月25日に除籍。本艦春工時より竹水来鳥だった、志賀広市、旧姓、保坂大尉は、不設帝、巨彩艦長に転じた。戦後の竹は1945年、 昭和20年12月1日、横須賀地方福音局所管の特別輸送艦に定められ、行動可能な他の艦船と同様福音輸送に従事し、第1回から第4回の輸送では、ポンペイ島と浦賀艦を2往復し、ついで、パラオと浦賀艦を1往復、サイパン島から、同等在住の沖縄県民を沖縄本島まで輸送した。第5回輸送からは上海及びコアシ島と日本の、 間を往復し、中国大陸及び九満州国方面からの福音輸送に従事した。小足島からの輸送の際、館内にこれら患者が出て病死する引上げ者が出たため、貿易のため1ヶ月間隔離されたこともあった。1946年に福音輸送を終え同年7月26日に特別保管館に指定され、横須賀地方福音局特別保管官邸。 大未保管軍に属して、横須賀に経由された。1947年、昭和22年7月16日には、特別輸送艦の定めを解かれ、イギリスに賠償艦として引き渡され解体された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。